come, come. Reach, reach, so, so, so.リーズも面八裏八。そう。そう。そう。ロー。ロー。ロー。そう。そうそうカンカンスモスモスモリッチそう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 はい、ではね、今回はね、イカサマとね、ラクマンについて、お送りさせていただきました。今はね、もう、手積み時代の話ですよね。イカサマってね、ああいうツバメ返しとか、全自動卓が普及してからは、まあ、ほとんどね、見かけなくなったんですけど、まあ、それでもね、ぶっこ抜きに関しては、まだ僕ね、ありますね。そのぶっこ抜きのイカサマにはね、遭遇したことがありますね。まあ、2人過去にあったんですけど、過去にね動画で話したことにあるんで、まあ、さらっと話しますけど、まあ、1人はねフリーに通っている大学生で、まあ、大学生がねこう毎日来店したらねものすごいトップ率をね、キープしていて、なんでだろうなと思ったら、まあ、ぶっこ肉やっていた。ある手間でねこう上がってくるときに、2杯ね杯を交換して、自分のねこの膝の上に置いて、不要杯と、有効杯入れ替えてプレイしているっていうね、大学生がいました。あとね、もう一人はね、白ポッチをね、握り込むっていうすんごいおじさんがいたんですよ。もうリーチをかけると本当にもう4割は白ポッチがいつもパチコーンって。いや、本当にあれは強烈でしたね。今回、打牌こういったこうパチコーンって、こうね、やってたんですけど、これはね、マナー違反ですので、皆さん、麻雀遊ぶときはね、こうソフトにね、こう、手早いね、置いてください。パイね、こう傷ついちゃうし、ね、こうひびね入っちゃいますね、こう全住宅とかね。で、あとまあうるさいですし、ソフトなね打牌がツモを呼びます。それではね今回の動画はここまでになります。もしこの動画が良かったらですね、チャンネル登録をしていただけると今後の動画作成の励みになります。それではご視聴ありがとうございました。では皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。